ドラクエ8における地雷錬金の数々を見ていきましょう。なお地雷錬金とは素材が非常に珍しかったり二度と入手できないようなものであるにもかかわらず出来上がってくる品が弱すぎて錬金すると損するという錬金を指します。まずは金の斧です。金の斧は鉄の斧と金塊を錬金すると入手できる武器ですが、こちらは絶対に作ってはいけません。金塊という数に限りがある超高級品を使用しているにもかかわらず、なんと鉄の斧よりも攻撃力が低いんですね。リーザス村で購入できる石の斧に毛が生えた程度です。しかも金塊が最短で入手できるのは小さなメダル52枚の景品。普通にプレイしていれば入手できるのは終盤になるので、その時点で金の斧よりも強い装備を持っていることは明白なんですが、金の斧の武器攻撃力が錬金してみるまでわからなかったり、金の斧を使うレシピが結構存在するので金塊を使う錬金が弱いわけがないと、さらなる強力な斧を求めて錬金したプレイヤーも後を絶たないとか。本来金塊は賢者の石に使うのが最適です。ドラクエ8の賢者の石はベホマラーと同効果で全体を100以上回復させるため、他シリーズの賢者の石と比較しても破格の性能を誇っており、いくつ持っていても損しない壊れアイテムです。これの入手個数が減ってしまうのは痛手と言わざるを得ません。ただアイテムコレクターの方はこれを作らないとアイテム収集率 100% を達成することができないため、涙を流しながら錬金するしかないというトラップもあったりします。そして金の斧の地雷錬金は二重のトラップになっている点も悪質です。それはこちら、キングアックスの錬金が控えているからです。キングアックスは先ほどの地雷錬金である金の斧とスライムの冠という、これまた超希少であり、かつはぐれメタルの剣やメタルキングの盾などの強力な装備の素材を使用します。キングアックスのキングという名称からもかなり強そうな気がして、キングアックスのレシピを見てからそれを作るために金の斧を作ってしまう人もいるみたいです。実際キングアックスは攻撃力80と最強の斧である覇王の斧の次に強い武器ではあるのですが、実はオークニスで普通に売ってる武器なんですね。金塊はかなり終盤にならないと手に入らない装備なので、金塊を入手している頃にはオークニスに訪れているのが普通です。それなのに金塊、スライムの冠という優秀すぎる素材たちを三つ星レストラン並みにふんだんに使用してしまって、出来上がったものは店売り品ときたら気づいた時には発狂ものですね。特にスライムの冠は金塊よりも用途が広いので、これのせいでハグレメタルの剣やメタルキング装備が錬金できなかったという人も多そうです。スライムの冠はメタルキングの通常ドロップなので、スライムの高台でレベル上げをしていたら何個か拾えるのが救いです。そういうわけで絶対にキングアックスのレシピに目がくらんではいけません。貴重な素材を2つも失った先に後悔が残るだけです。続いて龍神王の剣です。このチャンネルでは有名ですね。龍神王の剣はドラクエ8の裏ダンジョンでの龍神王の試練で入手できる龍神の剣とはぐれメタルの剣を錬金すると入手できる、いかにも作中最強っぽそうな武器です。実際最強武器として開発側も想定していたはずです。実際攻撃力は137と数値で見ると作中最高値、さらには道具で使うとギガデイン、しかも龍神の剣を装備する錬金なんて絶対強いに決まってる、ドラクエ8の最強武器であるはずだと、ドラクエ8プレイヤーであれば誰もが一度は錬金したことでしょう。ですがこちらカタログスペックと威厳だけは最強の武器ですが、はぐれメタルの剣というゲルダ最強の武器を素材とするのにもかかわらず性能がゴミなんですよね。絶対に作ってはいけません。それも全てはハヤブサの剣のせいです。ドラクエ8のハヤブサの剣は2回攻撃効果が特技に乗って、さらにはハヤブサの剣の仕様が前作から変更され、これを装備して攻撃すると単純にダメージが 1.5 倍になるという神仕様になってしまったため、龍神王の剣とかいうただ攻撃力が高いだけの武器よりはこっちの方が強いんですよね。入手もベルガラックのカジノ景品、呪われしゼシカ撃破後の中盤地点で簡単に入手でき、強化版のハヤブサの剣回もハヤブサの剣と星フルーデアの錬金、星フルーデアはオリハルコンとハヤテのリング2つでできるのでそんなに難しい錬金でもないです。主人公の剣の最強装備はこちらのハヤブサの剣開花、龍神王の試練において最強を誇るドラゴンスレイヤーの2択になってしまいます。正直本当は強いはずなんですが、ハヤブサの剣が壊れすぎていて相対的に使い道がないため、
結果的に地雷錬金認定されてしまうという悲惨な最強武器でした。続いてはメガトンハンマーです。メガトンハンマーはヤンガスのハンマー系武器最強を誇るので、これまで打撃スキルを上げてきたプレイヤーであれば使ってみたくはなるんですが、メガトンハンマーの素材は覇王の斧オリハルコン、ウォーハンマーカイと斧最強である一点物の覇王の斧を使用するんですね。さらには高級素材であるオリハルコン、豪傑の腕輪を素材に使うウォーハンマーカイと貴重なアイテム全部乗せドンとなっています。なのでハンマーと斧どっちを取るかみたいな話になってくるんですが、ヤンガスの武器スキルは斧、ハンマー、鎌の3つ、覇王の斧を入手できる頃にはレベルも40近くにはなっており、2つのスキルがほぼ最大近くまで上がっていることでしょう。そのためハンマーと斧の両方を上げていたプレイヤーはこの辺りで徐々に気づき始めます。もしかして斧の方が強いのでは。それもそのはず、斧は MP 消費ゼロで敵の守備力を下げられる兜割り、高倍率の装填魔斬、斧無双による範囲攻撃、そしてメタル狩りや硬い敵には大魔神斬りといろんな使い道があるのにもかかわらず、打撃スキルは全ての特技で MP を消費するという燃費の悪さに加え、範囲攻撃が一つもなく、ただ敵の属性に対して特攻を持っているというだけです。その倍率すらも斧スキル100で覚える常時 1.5 倍の倍率、獣系に対しては 2.0 倍の烈風重心斬でよくねとなるほど。メガトンハンマーを作った後に斧の有用性に気づいたプレイヤーの嘆きが容易に想像できますね。なお 3DS 版では覇王の斧が2つ手に入るようになったことでメガトンハンマーとの両立が可能になりましたが、兜割りの弱体化はあったにせよ斧の方が優秀なのはリメイクでも健在で、メガトンハンマーはモリーに渡しても良さそうですね。そして最後に誰の脳裏にも焼き付いているであろうこちらメタルウィングです。これ以上の地雷錬金はありません。ゴミオブゴミ、現実世界であれば名前詐欺で景品表示法に触れて消費者庁から怒られるレベル。メタルウィングは主人公のブーメラン最強武器であり、ナンバリングでは本作初登場の武器です。錬金方法はウィングエッジとメタルキングの槍。ウィングエッジは店売り品ですが、メタルキングの槍は隠しダンジョンで一つだけ入手できる槍最強武器なので、槍とブーメランのどっちを取るかという感じなんですが、メタルウィングという名前の響きもあり、ブーメラン使いのプレイヤーはこぞってメタルキングの槍を錬金釜に投げ込んだでしょう。しかし蓋を開けてみれば攻撃力なんと70。いくら全体攻撃武器だからといって最強の槍を使用した最強ブーメランの攻撃力が中盤そこらの武器の威力と同等って。しかも時点で強いブーメランは炎のブーメランで攻撃力63、なんと7しか変わらないんですね。これでは素材となったメタルキングの槍が浮かばれません。せめてメタル系の体をやすやすと切り裂くという説明文にもある通り、メタル狩りには使えるのではと別用途に希望を見出そうにも、メタルウィングのメタル特攻はメタル系に1から2を確定で与えるというもの。手に入るのはクリア後なので、メタル系はメタルキング以外スルーというレベルなのに、メタルキングの HP16 から20という数値を削るにはダメージが足りなさすぎます。メタルスライムですら一発で倒せません。メタルウィングという名前からは想像もできない無能っぷりですね。消費者庁激怒案件です。さらにテンションによるダメージアップも無効。メタル斬りであればテンションの倍率が乗ったのに。普通こういうことがあったら次回作では大幅に修正されたりするのが定石ですが、ドラクエ9ではメタルウィングが武器としてではなく特技として登場。効果はメタル系に1から2ダメージと、ドラクエ8のメタルウィングをただ投げたような性能で前作から全く懲りてないです。もうブーメランは不遇の未来を歩むしかないのかと思われましたが、ドラクエ10からはブーメラン最強特技のデュアルブレイカーが追加。敵全体に単体武器に勝るとも劣らぬ大きなダメージを与えることが可能になり、ドラクエ11に至っては使い手のカミュの分身と掛け合わせることで全特技中最強クラスのダメージを叩き出せるようになったりと、ブーメランは日々進化しています。メタルウィングの地雷さが現在のブーメランの地位の礎になったと考えれば目をつむってもいいかもしれませんね。なおこちらもリメイク版ではメガトンハンマーの時と同様、メタルキングの槍が2本手に入るようになったので両立が可能になりましたが、それでもメタルウィングを作る人はなかなかいないと思います。皆さんもドラクエ8を再プレイする際はこれらの武器を絶対に作らないようにしましょう。以上いかがでしたでしょうか。このチャンネルではドラクエのランキング動画を週3ペースで投稿しつつ縛りプレイ実況などをしています。ドラクエファンの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。